皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。快適なエンターテインメントサービスネットフリックスシリーズがメインポスターとメイン予告編を公開した。動画ミスター・ Mr. プランクトンメインポスター予告編11月8日に公開されるネットフリックスシリーズミスター・ Mr. プランクトンは間違って生まれた男ヘジョの人生最後の旅行に 世界で最も不幸な女性のジェミが無理やり同行してから起きる話を書くラブコメディー。家族に愛されてもらえず、流れるままに生きてきたプランクトンのような男ヘジョ、ウドファン、と、ぬくもりを分かち合う家族が切実に欲しいジェミ、いい意味、愛を守るために家族まで捨てたオフン、オジョンセ、の3人の旅が、愉快な笑いの中で深い感動を届ける予定だ。公開されたメインポスターは、 世の中をプランクトンのように流れるように生きてきたが、人生最後の旅に出たヘジョと予期せぬ同行をすることになった元恋人ジェミ、2人を追う純愛な新郎オフンまで、彼らの物語に好奇心を刺激する。まず、追撃者を避けて力強く海辺を駆け抜けるヘジョジェミ、オフンの表情の対比が興味深い。緊迫した状況にもかかわらず、ジェミの手を握って笑顔のヘジョと、 そんな彼を不思議そうに眺めるジェミ、そしてジェミの手を握って一緒に走るオフンの様子が興味津々に書かれている。3人はなぜ追われているのか、果たして彼らの行き着く先はどこなのか、注目が集まる。同時に公開されたメイン予告編は、最初から尋常ではないヘジョジェミ、オフンのダイナミックな放浪記を予告する。清純派のボス、チルソン、オデファン、 の結婚式にバイクに乗って登場し、神父を誘拐して走るヘジョに加え、どこに跳ねるか全く予測できないやつ。ただ今日一日を楽しむためだけに生きているやつ、というナレーションは、スリリングな彼の放浪への好奇心を刺激する。続いて、愛だけをあげる母親になるのが夢だというジェミに君は母親なんかになれないよと一喝するヘジョの声は、 かつて恋人同士だった二人の間にまつわるストーリーに期待を高める。一方で母親のポムホジャ、キムヘスクの前ではいつも弱者のオフンはジェミのためなら怖いものなしの純情派で、虎のように強くならなければ、愛する人も守れないから、という決意が垣間見える。続いて、僕が探さなければならない人がいるけど、全国を回らなければならないと思うとし、 結婚式に突然やってきた招かれざる客のヘジョと同行することになった花嫁のジェミジェミとの約束を守るために地球の果てまで追いかける勢いで彼女を追う大踏ん。そしてヘジョの後ろを追いチルソンの姿は彼らのスペクタクルな旅を想像させる。予告編の終盤、あてもなくさまよって道に迷っただろう。じゃあ、それはうろついじゃなくて放浪だよ。放浪とし、僕と一緒に放浪しないか。 というヘジョの提案にジェミはどのような選択をするのか、注目が集まる。ジェミを探して旅立ったヘジョと、愛を探して旅立ったジェミ、純情を探して旅立ったオフンの放浪の果てに、果たして何が待ち受けているのか期待が高まる。演出を務めたホン・ジョンちゃん監督は、愉快でスピーディーなドタバタ騒ぎのように流れ、視聴者が共感できる物語だと強調し、 ウドファンも一番やりたかったジャンルの作品といっても過言ではないほど愛着がある作品だ。ヘジョが本当の家族を見つけることができるのか、旅の終わりは果たしてどうなるのか。期待してほしいと呼びかけ彼らのラブコメディーに期待を高めた。ネットフリックスシリーズ「Mr. プランクトン」は11月8日金曜日にネットフリックスで公開される。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。